はい、皆様こんにちは。本日はご多忙のところご出席いただきましてありがとうございます。これよりサムライブルー日本代表西野朗監督の就任記者会見を始めます。本日の登壇者は公益財団法人日本サッカー協会会長田島幸三、よろしくお願いします。そしてサムライブルー日本代表監督西野朗でございます。それでは皆様からのご質問をお受けする前に、田島及び西野からご挨拶を申し上げます。このように多くの方に集まっていただき誠にありがとうございます。サムライブルー日本代表の新監督として西野朗さん、そして皆さんにお配りしているお手元の資料にあるようにコーチングスタッフ、このメンバーを本日の理事会で報告させていただきました。これを改めて皆さんにお伝えしたいというふうに思います。これから西野監督の下で日本代表チームがスタートするわけですが、先日もお話した通り、これまで日本サッカー界が蓄積してきたすべての英知を結集してオールジャパンの体制でワールドカップに臨む日本代表チームをサポートしていきたいと思います。皆さんをぜひ西野監督を支えていただければと思います。よろしくお願いいたします。西野さんお願いします。皆さんこんにちは。この度はハリル・ホジッチ監督の後任として、日本代表監督を受けることにしました。本来であれば技術委員長の立場として日本代表チーム監督はじめスタッフを支えるサポートしていくポジションでありますから、ただ2年前就任して精一杯代表チーム監督にへのサポートを考えてまいりました。ただ最終的にロシアの直前でこのような状況になり、代表監督を引き受けたということで、非常にこう責任を感じておる中ですけれども、この事態の中で精一杯ロシアに向けてチーム作りをしていきたいなという覚悟でおります。2年間現場を離れて技術委員長という立場で仕事をしてまいりましたので、まずはその指導者としての心身を整えて、しっかり選手を見て日本サッカー界を見て、これからチーム作りをしていきたいなと考えております。ありがとうございました。それでは皆様からのご質問をお受けいたします。ご質問ある方は挙手をいただきまして、社名お名前の後ご質問をお願いいたします。はい、それではあちらの白いシャツの、後ろから3列目の白いシャツの方お願いいたします。テレビ朝日の寺川と申します。西野新監督にお尋ねいたします。2点あります。1点はこれまでハリル・ホジッチ監督が構築しようとしていた、具体的に言うとこう縦に速いサッカーのようなものはこう引き継いでいくのか、それとも何かまた違ったスタイルを追求していくようなことになっていくのか、西野監督はどう考えていらっしゃるのか、どういったサッカーをしていきたいのかという点が1点。もう1点はメンバー選考について、これまでの招集歴の有無であったり、あるいはここのところ日本代表での出場機会はあまり少なかった香川選手や岡崎選手、本田選手、こういった経験豊富な選手の存在をどのように捉えているのか、そのメンバー選考についての考えもお聞かせ願いたいと思います。監督のスタイルというのは今までこう日本のサッカーに足りなかった部分でもあると思います。非常にこう1対1に強さを求めたり、
縦の交易に対する推進力を求めたり、これは今までの A 代表だけではなくて各カテゴリーが世界に行って世界基準を知った上で、少なからずそういうものが足りない上でその次のステージに進めなかったっていう、その部分をハリル・ホジッチ監督は世界基準、自らワールドカップにこう参戦した、そういう上で非常にこう高い、言葉ではデュエル盾というようなシンプルなことですけど、実際内容に関しては非常に高度なもので、それを選手たちに強く要求していた、そのスタイルというのは間違いなく現状日本代表チーム、日本のサッカーにとって必要なことであるとは思います。ですから間違いなくそういうものを、いろんな角度から、その盾への攻撃っていうことに関しても間違いなく必要なんですけれども、そのタイミングですとかその瞬間ですとか、そういうことを質を上げた中でそういうものを作り上げていくとか、1対1の場面でもやっぱりそういうパワー的なところを要求したいですけれども、なかなかそこは体格的なフィジカル的なところの要素の中で戦えないところがあります。で、別の角度からそういうものに対応していくっていう、間違いなく必要なことに関しては継続して考えていきたいなと思います。ただやはり日本化した日本のフットボールっていうものがありますし、構築してきた、その中にはやっぱり技術力を最大限に生かしたり、戦い方においても規律や組織的なところで結束してこう戦っていく強さ、化学反応を起こした上でこう戦える強さ、そういうものをベースにした上で、そういうものをこれからは構築していく必要はあると思いますし、自分自身も必要だと思っています。ただこの期間で継承していくそのスタイルの部分と、やはり選手たちがやはりもっと自分のプレーパフォーマンス、結果は求めたいんですけれども、そういうプレーをまず素直に代表チームで、代表チームでやはり自クラブでプレーしている以上のものが当然出るはずである代表チームだと思います。そういうものを、選手にストレートにプレーできる状況を作っていきたいなと感じています。チームのスタイルですとか編成ですとか、今日コーチングスタッフを承認していただいたので、彼らとも協力して、そういう編成を考えていきたいなと思いますし、選手の選考に関しても非常にこう経験ある選手がここキャンプで招集されないとか、試合に対する出場機会が少ないとかありますけれども、やはり現状のコンディションをしっかり把握しなければいけないと思います。怪我をしてる選手が6週8週試合に出てない状況、海外組の中ではありますし、確かに経験実力実績ある選手ですけれども、実際監督も、その辺の基準をしっかり持ってて、現状のコンディションを非常にこう気にされてた、それは間違いないことですし、これからの選考に関しても、ここ1ヶ月足らずでのコンディションというものも、過去の経験実績もあります、プラスここ1ヶ月の状況っていうのを正確に見極めた上で、最高の
化学反応が起こるチームグループとして、いいパフォーマンスが出るあの状況選手選考を、まあ、スタッフ、の総力を上げて結集した上で選考していきたいなと思っております。はい、次のご質問お願いします。最前列の真ん中の方お願いします。日本テレビのラルフ鈴木と申します。よろしくお願いします。2つの立場でお話を伺いたいと思います。まずは日誌の技術委員長だった時の立場として、今回の解任の理由の一つとしてコミュニケーション、そして選手間の監督との信頼関係というものがありました。一番近いポジションから見ていて何が一番問題だと思われましたか。そして二つ目は新監督として、これからチーム作りという話がありましたが、もう2ヶ月しかありません。かなり短い期間しかないと思うんですけれども、何が一番大事になってくるとお考えですか。監督の選手に対するチームに対する要求というのは、やはり世界基準、まあ、世界で戦うには、ワールドカップに戦うには、まあ、こういうプレーをしなければいけない、こういう戦い方をしなければいけないということを強く選手に要求しています。これはもちろん当然なことですし、それに対する戦術的なところ、選手一人一人の役割等も厳しく要求しています。まあ、それはもちろん指導者として当然なことですし、それが全体として形になっていくことがチーム力を向上させていく、まあ、それは間違いなく必要なことですし、まあ、それに選手たちが応えて、要求に応えてプレーをしようとする。ただ監督は非常にこうもうそれが高い基準で選手に求めているところは感じました。まあ、それに、まあ、よくあることですし、監督の意図と選手たちのやり、もちろんやらなければいけない、やりたいというようなプレーっていうところの非常にこうギャップを、そこを合わせていかなければやっぱりチームとしてっていうところがありますし、その上でのやり取りがあります。で、自分自身はやはり選手たち の気持ち、現状、まあ、そういう状況、心理的なところっていうのは監督にも伝えて、まあ、日本人選手たちのその DNA の中でやれる部分っていうのはもっとあるし、違う角度からっていうところも、まあ、そういうコミュニケーションを自分も間に入りながら構築していく、まあ、その辺のギャップをコミュニケーションが足りないとかっていうことではなくて、間違いなくそれはチームの中では当然やっていくことなので、まあ、それが成果として出ないとそういうことに言われてしまいますけれども、まあ、十分そういうことがありながら、まあ、その辺のギャップがなかなか埋められない、選手たちが追いつこうとしても要求に応えられないっていうところは感じました。まだまだやっぱり選手たちもそういうことに応えられる力はあると思いましたし、まあ、その先に監督ももっと高い要求があったのかもしれないですけど、まあ、常に現状をチームとしてそのバランスよく機能していたかっていうと、まあ、その辺のわずかな差があったんではないかと思います。まあ、もう選手の、僕は結果は彼らのパフォーマンス、プレーがそのまま出る、素直に出ていくことがあれば、間違いなくいい形で日本のチームは融合して結束して、まあ、そういうまたプラスアルファの力が出ていくと思いますし、まあ、とにかく結果は求めたいです。これはワールドカップですから、少なくとも予選をこう突破していく力っていうのを今見せたいと思います。
ただそこを求めるよりもまず今は選手たちの持っているプレーパフォーマンスというものを確実にこう出してもらう、出させたい、表現させたいっていう気持ちで、まあ、そういうスピリットのある選手、まあ、そういう選手たちを招集して編成したいなと思ってます。はい、他にいかがでしょうか。はい、それでは前から4列目の真ん中の方。読売新聞青柳です。西野新監督にお伺いしたいんですが、2点、ございまして、1点目が、まずあの田嶋会長からあの監督後任として引き継いでほしいというような打診を受けた時の心境、そして、まあ、決断するに至るまでの考えだったり気持ちだったりというそのあたりのいきさつをまず教えていただきたいのと、2点目が、まあ、あの今までのお話で、化学反応とか日本人の DNA というあたりを強調されていらっしゃって、まあ、その西野さんがどういうふうに選手たちにアプローチしていくかというお話もいただいているんですが、選手たちにどういう残り2ヶ月でどういったことをその素直なプレーを出していくために選手たちに求めたいことというのはどういったあたりか教えていただけますでしょうか。先月の末に会長からは、今回の打診をいただきました。まあ、その時は正直私自身も間違いなくハリホジッチ監督を支えていきたい、もうサポートしていきたいっていう今まで通りの気持ちでいっぱいでしたし、ただ一方でやっぱりチーム状況、先ほど話した通りの状況の中でのギャップの中であまりいい状況ではなかった遠征を踏まえて、自分の中では非常にこう少しこれから2ヶ月でどう劇的に変えていくのかっていうところを考えていたところなので、まあ、今回のこういう決断に対して自分が要求されたっていうことで非常にこう戸惑いはもちろんありました。技術委員長としての立場は、まあ、精一杯やってきたつもりですけれども足りなかったっていう部分を強く感じていますし、まあ、監督同様ということになってもと思ってもいましたし、またそういう英断の中でこういう決断をしてもらって、まあ、最後、まあ、自分の中で責任をしっかりこの大会でっていうところを持つまでは、まあ、この要請に関しては戸惑いを持っておりました。まあ、ただ、まあ、こういう実態なので、まあ、自分がという思いで、最後引き受けさせてもらいました。もう一点は何でした。まあ、自分が選ぶメンバーですから もちろん信頼をして、やっぱり日本代表チームのその大きなパフォーマンスを生むための選手だと思っていますし、まあ、そういう選手たちがに対してはあまり個人のプレーに関しては制限はかけたくないと思っています。やっぱり本来のその自チームでやってるパフォーマンスを私自身も評価して選びたいと思いますし、まあ、個人の力だけではなくて日本サッカーの良さ強さっていうのはそこのグループでのやっぱり力パフォーマンスだと思うので、まあ、連携だったり連続してやっていくプレー、まあ、そういう形を取れる選手を先行していきたいと思いますし、まずは選手たちにいい状態に戻して本来の自分のやれるでグループとしてプレーできる、まあ、そういう感覚を持ってほしいということを伝えたいなと思います。
他にいかがでしょうか。後ろから4列目の真ん中の男性の方。NHK の市橋と申します。まず西野監督が監督として個人として理想とするサッカーと、それから代表の中で実現したいスタイル、あるいは選手たちに伝えたいスタイル、それぞれ教えていただきたいというのが一つ、まず教えていただけますか。長い間クラブの中での指導でしたので、ある意味選手をどう生かしていく中でこうチームが成長していくか、強化できていくか、そこにそういう選手がいるから作っていくっていう部分の中でのチーム作りですけれども、代表チームは自分のある程度理想とするやりたいサッカーに、そういう選手を当てはめていく逆の発想の中でチーム作りができるっていうことを、それはオリンピックの時代、その前のユースの代表時代に、そういう形でチーム作りをした感覚、そういう中での自分の理想が反映できると思いますし、これから選手たちが、たくさん有能な選手国内外いますから、しっかりと把握した上で作り上げていきたいなと思うし、ここ1ヶ月ですけれども、その中で作り上げられる選手として見ていきたいなと思います。ある意味こう思考が偏ってしまうところもあるので、有能なスタッフたくさんいますので、いろんなアイデアを持ってまた違う大きな変化が起こる、それをやっぱりやれるのがサッカーでもあるし、やはり継続した力とやっぱり変化を持っていく中でこう大きな力を得れるので、あまりこう偏った理想思考ではなくて、たくさん選択肢があると思うので、そういう感覚でここを選手たちチームを見ていきたいなと思っています。でまだ選手に伝えるイメージというのはないっていうことでしょうか。今現時点では描けません。あとチームを、バラバラにというか今のところこう一つに なかなか慣れていない中で、チームを一つにするために西野監督がどんなアプローチをしたい、何をこう伝えたいって思ってらっしゃいますか。決して現状、バラバラ崩壊しているとは全く思っていませんし、しっかり戦えていると思います。まだ成果とか個々のパフォーマンスが最大限にこう発揮できていない部分は感じますけれども、選手はもう代表のためもう自分は最大限のパフォーマンスを出すプレーは3月の遠征でもやっていましたし、まだまだ僕は出せると思いますけれども、そういう意味の伝え方、間違いなくこう融合していかなければいけないと思います。お互いの連携、コンビネーションですとかグループですとか、そういうチームの中で機能していくことが大事だと思います。はい、他にいかがでしょうか。はい、2列目の男性の方、こちらのちょっとお待ちください。フリーランス大隅ですが、西野監督にお聞きしたいんですが、ハリルホジッチ前監督はワールドカップのグループリーグで対戦する3チームをかなり徹底的に研究して、対策考えられてたようなんですけど、分析、どういうサッカーをそれに対してどういうサッカーをやるかっていうのは監督のお考えになると思うんですけど、分析の結果っていうのは引き継がれているんでしょうか、それともまたこれからゼロからスタートということなんでしょうか。いや、
もう監督自身もその本大会に向けての3チームに対してのスカウティング分析ということは強く求めていました。まあ、その蓄積はありますし、それは間違いなくベースになってくると思いますが、やはりここ1ヶ月のやっぱり動向、チームとしての準備、それに対するスカウティングっていうのはこれからさらに強くかけていかなければいけないと思いますし、急激に変わることが当然予想されますから、そういう中でのテクニカルのスタッフたちのその分析力、それは強く要求していきたいと思いますし、非常にこう細かいところまで分析をかけるとパワー的にも非常にこうかかるところなので、そういうスタッフ の, メンバー編成も考えていく必要があるかなと思っています。他にいかがでしょうか。はい、それではあちらの2列目の男性の方お願いします。共同通信山室です。西野さんお願いします。先ほど、ちょっと指導者としてのブランクがありますが、ブランクがありますけれども、その心身を整えていきたいという言葉がありましたけれども、この、2年間監督から離れられてましたけれども、ここからこうまた戦う監督としてこう何が自分に一番求められているか、それをどう考えているかということでですね、あとちょっとスケジュールの話なんですけれども、ハリルさんは、ガーナ戦の後にですね23人を発表するような考えを、示してましたけれども、西野さん今の段階でどのタイミングでチームをこう決めたいと考えていらっしゃるでしょうか。まず自分を整えるというところですけれども、確かに2年間、サポートの形でチームを見てきました。ただ感覚的には同じ戦いをしてきましたので、そういう部分はさらにこう研ぎ澄ましていかなければいけないなとは思いますし、確かにピッチ上での自分というもの、それは心身ともにしっかりこう立てる、でその上でゲームに対するこうチームに対するそういう感覚っていうのはまた違うと思うので、そういう意味で、戻さなければいけないなっていう部分は多分にあると思うので、そこをこれから取っていきたいなとは思います。スケジュールに関しては5月の14日ですか、ラージを決めなければいけないで、キャンプに入るメンバーをその直前に決めなければいけない、でガーナ戦30日終わった、あと23プラスアルファがどう考えていったらいいのかっていうところのスケジュール的なところは、正確にはここで、お伝えできませんが、ほぼそういう形でガーナ戦終わってからになっていくと思います。はい、それでは後ろから2列目の真ん中の男性の方。テレビ東京秋田です。日本の立ち位置としたら、32チーム中、世界ランキング55位ということで、下位になります。そんな中で、西野監督は、攻撃的なサッカーも守備的なサッカーも両面、やってこられたと思いますが、攻撃的なサッカーをチャレンジするのか、それとも守備的なサッカーで勝ちに行くのか、どちらを選択されますか。ゲームというのは
まあ、いろんな状況がありますし、まあ、オフェンシブにこう戦える時間帯もあれば、やはり総合的なチーム力によってディフェンシブな戦い方を強いられる時間帯が多くなる、まあ、そういう中でやはり勝機を常に求めていく、まあ、ゲームの流れコントロールできなく中でもやはりそういう勝負に対してここっていうところの全体的な意識、まあ、こういうことがあればこういうチームに対してでもやっぱり戦え十分戦えるこういう勝機があるっていうところをこれはスタートメンバーだけではなくていろんな戦術の変更であるとかメンバーのスイッチであるとか、まあ、そういう中で考えていきたいと思いますし、当然やはり攻撃的な思考を求めてやはり得点を生んでいく、やっぱりそういうゲーム展開に当然したいと思いますが、やはりそれだけではない、やっぱりそこにスカウティングですとかいろんなウィークポイントがあるとかストロングがどこにあるのかっていうところを全体的にやっぱり統一してた上で戦って、まあ、できればオフェンシブな戦い方を求めていきたいと思いますし、選手にもそういうスピリットでゲームに入ってもらいたい。間違いなくどんな相手に対してでも勝機はどこかにあるっていうところの中の統一感的なゲーム運びを、まあ、FIFA ランキングがそのまま入らないのがこの世界だと思うので、そういう力、間違いなく日本チームは今までもたくさん持ってきたと思うので、まあ、対戦国がやはり日本とやりにくい、まあ、いろんなことをやってくる仕掛けてくるというようなことがたくさん増えていければまあ、そういう確率も上がってくるんじゃないかと思います。はい、次のご質問お願いします。前から3列目の男性の方。朝日新聞の清水です。2つ西野さんにお伺いします。いろんなスタッフの話を聞いて思考が偏らないようにしたいとおっしゃってました。コーチングスタッフに森保さんを加えた理由というのをお聞かせいただきたいのが1点。もう1つは代表が次に集まるのは5月下旬になるわけですが、それまでの時間西野さん自身はどのような形で動かれて、どういうふうにこう、まあ、代表チームを作り上げるために働かれるのか お聞かせください。スタッフ編成に関しては全て日本人スタッフ、そして今ナショナルチームにこう代表チームに関係しているスタッフでカバーしたいっていう思いがありましたので、まあ、そういう優秀なスタッフもこれはオールジャパンでっていう中で、まあ、同じようにアンダーカテゴリー活動がありますし強化を図らなければいけないところなんですけれども、やはりオリンピックチームの、そして彼自身のやっぱり指導経験、インターナショナル的なところも協力してもらいたいと思いましたし、まあ、将来的なところもテグラーモリー森保、これは本当にこれからの世代を当然引っ張っていってもらわなければいけない指導者でもありますし、まあ他のスタッフに関してもたくさん経験させたい中で、できれば、まあ、自分自身は今までそう多くのスタッフで、やってこなかったっていうところもあるんですけれども、やっぱり世界を経験できる中で森保はじめ、まあ、キーパーコーチ、コンディショニングコーチ、まあ、メディカルも含めて、まあ、そういうできるだけやっぱり経験を持ってもらいたいっていうところも
考えて入ってもらいました。まあ、自分自身の今後ですけれど、まあ、まだスケジューリングはしてませんが、まあ、往復するそういう時間がどうかとか、まあ、こう全員にこう発信したい部分は当然ありますし、まあ、個人的にもやはり伝えたい部分もあるので、まだそういう動き自体は決めてませんけれども、まあ、猶予があれば、まあ、海外組のそういう状況とかも実際見た上で、会った上で、まあ、そういう伝えたい部分も考えてはおります。はい、他にいかがでしょうか。はい、それでは前から4列目の男性の方。1列後ろの方。毎日新聞の大島と申します。西野さんにお伺いさせてください。ハリル・ホジッチ監督、今まで候補者のラージリストを作って絞る作業に入っていたと思うんですが、西野さんも技術委員長としてそこに関わられてきたと思います。で、今後残り少ない時間で選手選考というのは、その今まで絞ってきたラージリストをベースに考えるのか、それとも全くまっさらにして、全く年齢などこだわらずにいろんな方から選びたいと考えているんでしょうか。お願いします。できればフラットな状況で考えたいとは思いますけれども、実際、まあ、監督の下でリストを作成している中で、そのベースとなる選手たちは現状も変わらないと思います。これからもその選手たちベースにした上で考えていくことがベストだと思いますし、まあ、グループでとか、やっぱユニットでとか、まあ、そういうような中での力っていうのが必要なので、やっぱりそういう中で新しい選手っていうのももちろん考えたいところではありますけれど、チームを作っていく上では、まあ、今出ているラージのメンバーをベースにした上で、まあ、そういう力を考えていきたいなと思っています。まずそれは正確なところでもあるとは思います。はい、他にいかがでしょうか。後ろから2列目の方ですかね、男性の方。フジテレビの内野です。西野新監督にお伺いします。先日の会見で田嶋会長が、ワールドカップで勝つ可能性を数パーセントでも上げるための監督交代だということを何度かおっしゃったんですけれども、西野監督は現時点で日本代表をワールドカップで勝つ可能性を何パーセントぐらいと捉えていますか。先ほども言いましたけれども、その勝てる確率を高めていくには、やはり選手たちのプレーで本来持っているパフォーマンスというのがしっかり出た、しっかり出させた上で、まあ、そういう結果が間違いなくついてくると思うので、まあ、そこを追求したいですし、選手たちにも強調したいと思いますし、あまりその成果が一人歩きということではない、もう本当に選手たちのパフォーマンスをしっかり代表チームの中でも出していける、そういう状況を求めていきたいと思いますし、間違いなくこういう事態になって選手たちは非常にこうまた新たないろんな気持ちが今持ってるはずです。これは 1%、2% どころではない、もう相当選手たちは、まあ、この状況に対する、まあ、危機感もそうですし、
日本のサッカーに対する強い気持ちというのはさらに持ってくれたと思っていますし、現に一昨日のやっぱりそういうゲームを見ていても、そういう選手たちの気持ちは伝わりますし、いろんな意味でそのカタールが国立っていうのは現状からもうかなり高まっていると思いますし、その勝負に最終的に勝負に対しての確率も間違いなく上がっていくはずだと思います。はい、他にいかがでしょうか。はい、それでは、はい、立たれてる白いシャツ、フリーランス原田と申します。西野監督のワールドカップでの目標を教えてください。ベスト16を目指すのか、もしかしたらベスト8も目指したいと視野に入れているのか、それを達成されたとき当然、続投、契約更改という話も、ファン、メディアからも期待がかかってくると思うんですが、そういうことも視野に、入ってますか。それはまたモチベーションになる、ご自身のモチベーションになるというふうに考えていらっしゃいますか。かつてオリンピックで2つ勝っても上に上がれなかったことを経験しています。これはオリンピックの中でもなかったですし、ワールドカップの中でも2つ6ポイントを取って上がれないということも考えられる、そういう予選ですけれども、1試合1試合の戦いをベストを尽くしてこうチャレンジしていくっていう姿勢の中で戦っていきたい、これは濁すようですけれども、予選は突破したいと思います。もちろん、そういう力を信じて作っていくここ2ヶ月だと思いますし、選手にはただ先ほど言ったようなこういう数字的なもの、目標ということを大きく与えるつもりはないです。彼らは当然そういうことは経験のある選手たちは特にそう思っていますし、あえてと思います。とにかく現状よりも間違いなく選手たちはいいプレー、いいパフォーマンスを出してくれる、そういう中でコロンビアに対して挑んでいきたいと思いますし、十分戦えチャレンジできる状況になると思います。はい、他にいかがでしょうか。それではあと2つで、終わりにしたいと思います。じゃあこちらの男性の方お願いします。フリーランスの後藤です。西野さん、現場復帰おめでとうございます。それで、質問としては先ほどのお話のガーナ戦の後で、メンバー発表ということをおっしゃったんですが、今回のこのスケジュール考えてどう考えても足りないのは新監督になってから、試合を経験する回数が非常に少ないという点だと思うんですが、例えば、今の予定されている3試合以外に非公式の試合をたくさん組むとかね、そういうこともあり得るだろうと思う。だけど同時にコンディショニングっていうのは非常に重要だと、あんまりそういう試合もできない。その辺何かもう少し非公式な試合でもいいから何かたくさんしたいなと、あるいはそういうことはしないで、必要しない方がいい、その辺どうお考えでしょうか。当初の、監督の予定ですと、5月の19、20が国内組の最終リーグ、それ終わった後、あまり休暇がなく招集して、キャンプに入り、ガーナ戦に向かっていくということですが、現実ここ4月5月の、国内組の待ちスケジュールを見ますと、ACL
の敗退というところもありますけれども、まあ、ルヴァンカップも含めて、まあ、試合の数自体は相当な数で、私自身はいかにしてそこでいい形でリフレッシュして、まあ、わずかですけれども、まあ、そういう時間を持った上でキャンプに入ってもらいたいと思っていますし、まあ、海外組も5月の、まあ、2週ぐらいでもう終わってしまうスケジュールだったり、まあ、中南米のメキシコのスケジュールはもう4月の中で終わってしまうような状況の中で、まあ、コンディションはそしてリカバー的な日数も少しバラバラなところの中でガーナ戦に入っていかなければいけないので、まあ、そこを合わせていくのが非常にこう大事な中で、まあ、フルゲーム自体も考えたいとは、現状はトレーニングマッチ的なところを国内でガーナ戦の前に、まあ、状況によるんですけれども、考える必要もあるのかなというところは思ってはいますが、まあ、まず非常にこう40日以上もやはり拘束になりますし、その前に国内のスケジュールが非常にタイトだというところの中で、どう選手たちのメンタリティをキープするかというところ、まあそこ非常にこう大事なところなので、まあストレスになるような状況であれば考えていきたいなと思いますが、まあスケジュールがそういう非常にこう1ヶ月の中で状況が違うっていう中で、まあ、ガーナ戦にこう入っていく上での必要性があればとは思います。はい、それでは最後のご質問をお聞きしたいと思います。はい、それでは3列目の男性の方お願いします。産経新聞の小川と申します。西野監督にお伺いしたいと思います。先日の、田嶋会長の会見の中で、ハリルホジッチ監督の解任の理由の中に信頼関係って話があったと思うんですが、信頼関係を構築する上で、西野監督が大切に感じているところを教えていただきたいのと、今後さらに信頼関係を深めていく中で、ピッチ上だけではなくて合宿中やピッチ外の接し方なども大事になってくると思うんですが、そのあたりをどうしていきたいというふうにお考えでしょうか。まあ、指導者にとって信頼関係を構築するということは、まあ、数字でも測れませんし雰囲気で感じるのか、まあ、私自身も、まあ、スタートでこうメンバーで使っている選手以外はどうなのかなと思うところもずっと感じていましたし、本当にやはりこうチームの方向性ベクトルがこう合っている中で、まあ、逸脱する選手、まあ、そういう感覚的にこうちょっとというところもある選手はたくさんいますし、そういう選手たちもやはり一つの目標に向かっている中でのことであれば全く問題ないと思うところもありますし、信頼関係っていうのはやはり本当にこうそのチーム を良くしたい、勝ちたい、タイトル取りたい、出場権取りたいというような、その目標に全員が向かっていける状況を感じることだと指導者とすれば思うところで、まあ、選手はそういう中で、まあ、試合に出場できたりできなかったりとか制限があったりとかっていうことがたくさんありますし、まあ、最後はやっぱり指導者のそういう方向性、情熱ですとか選手に対する気持ちをやはりストレートにぶつけているかどうかというところだと感じます。まあ、それが決して薄れてきたということではなく、やっぱりそういうものをやはりチームの中でいろんな話、コミュニケーションを取った中で構築していくということを、それがチーム作りの大変なところだとは思いますし、まあ、代表チームは特にそれが
スポットで集まって、ストレスを抱えたまま戻してしまうような選手もいるので、そういうケア、代表チームの中でのやっぱりまた密にこう取っていかなければいけない作業かなと思います。はい、これで記者会見終わりますが、本日はご出席いただきましてありがとうございました。最後お写真を、撮りたいと思いますので、撮影される方は前方の方にお願いいたします。